はい、どうもセイゴです。本日なんですけれども、日本の伝統的料理をインドネシアの人に食べさせてみたらどんな反応をするのかやっていきたいと思います。ということで本日ご用意しましたのがこちら、納豆ですね。はい、納豆、こちらとあるインドネシアジャカルタのスーパーで買ってきてまいりましてですね、納豆は食べたことありますか？ある。あ、あるんだ。あるの。もう動画にならないな。無事にこの動画一番嫌いかも。やっぱり日本人はね、私も毎朝納豆を食べていたぐらい納豆好きなんですけど、嫌いな人は多いということで、そんな中こう今日は食べてもらいますということで、どうです？マジで納豆ってまずいでしょ。俺はね、美味しいと思うんだよね。私個人的に納豆は1週間ぐらい使ってた靴下と死んだネズミをガシャンしたら納豆になった。そんなにきつい？なんか熟成するご飯食べるならまだキムチは食べれるけど美味しいけど、納豆はなんで自分にそういうひどいことやるの？なんかね、確かに納豆を初めて食べた人ってすごいなって思うよね。だって大豆を発酵させてネバネバした状態になったものを食べてみても相当チャレンジャーじゃん。本当に言うのは申し訳ないんだけど、そのこれね、腐ってる大豆を見て、お、おいしいかもね、食べてみようかって思う人って、まずちょっとここおかしくない？なんか僕だったらまだ、あ、魚食べてみようとかってわかるけど、でも納豆って匂いで広いよね。で、あ、この大豆腐ってるかも、食べてみようか、なんかロジックがおかしくない？もうで、探求心の塊だったんだと思う。もうすごいいろんなものを試したいっていう人で食べたのかもしれない。はっきり言っていい？期待しないでね。多分ね、今日も急に思ったより美味しいって出ないと思う。出ないか。じゃあね、そんな食べ慣れていないインドネシア人のタシャさんに納豆の方食べていただきたいと思います。納豆に関してマジで一言だけです。なんでしょう。なんで？なんで？マジでなんで？なんで食べようとした？なんかちょっとドリアンだったらまだ味が美味しいけど、臭いけど味が美味しい。ああ、ドリアンか。日本人からしたらドリアンの方が食べないかな。はい、こちらね、納豆。臭い。もう臭い。久しぶりだね、でもこの匂い。なんか私マジでこの動画で店長に行くと思う。なんかね、食べたことないものだったら、まだ、お、どんな味かって、でも、これはもう、絶対まずいもの食べさせるんだって感じしない？でも、先入観あったら、まずいものってなっちゃう。チャレンジしてみよう。そう。もしかしたら、今回は美味しく。いただけるかもしれない。ないと思うけど、かもね。かもね。かもしれないけど。で、早く食べよう、もう匂いがやばい。うん、はい、本日、こちらの、納豆ですね。ちなみに、この私たちの YouTube のなんかこういう、このスタジオが、私の寝室にあるよね。そうね、寝室だね。よりどうやって食べれるの私。こんな臭い。今日は納豆を夢の中でも食べていただきます。早く食べよう。はい、じゃあ食べていこう。やだやだ、はい、やだやだ。日本から持ってきたこの箸。なんでかな、臭いからあるのかな。からかもしれない。納豆って腐るのできる？納豆ってもう腐ってる。賞味期限ないってこと？あ、腐ってる。あるある。でも腐ってるものじゃん。そう、もっと腐ったら買わなくない？一回ね、実家で納豆を冷蔵庫に入れて、ああ、納豆の匂いだね。混ぜてもう臭すぎる。おー、うわー臭い。おー、納豆ですね、はい。正真正銘で、じゃあ納豆の食べ方を教えます、日本人が。まずですね、納豆のタレと、タレじゃない、まずめちゃめちゃだね。まずですね、この付属の納豆のタレとからし、こちらを、まあでもね、入れるんですけど、お好みによる。混ぜた後に入れる人もいれば、入れてから混ぜる人もいる。私入れた方がいい。じゃあ入れて混ぜようか。サンバル入れようかな。そしたら納豆の味がちょっとサンバルの味になって食べれるかも。あ、今度さ、じゃあ納豆と合うインドネシア料理ってやってみる？ない。ないか。私の友達の中で納豆好きな人いないよ。まあいないよね。例えばなんか
臭豆腐とかさ、ドリアンはまあまだね。臭豆腐は匂いは臭いけど、うん、味が普通の味するよね。いやでも納豆も美味しいよ。うん、納豆はまずテクスチャーが腐ってるもののテクスチャーだよね。ネバネバして、うん、まあまあまあ、だからどう見ても腐ってるものしか考えれない、ね、頭に出てくる。あ、じゃあ今から納豆を混ぜたいと思います。さあ、ASMR。 なんか鼻水みたい。小学校の頃かな、納豆をその回せば回すほどうまみが増すっていうのをなんかどっかのテレビで知って1000回ぐらい納豆混ぜたんだよね。そしたら納豆がペースト状になっちゃったっていう。そっちの方が食べやすいかもね。え、べちゃべちゃだよ。べちゃべちゃっていうかネバネバだよ。でもこのままだったらあれみたいじゃん、あのまあ、あくまでね、ごめんね、ごめんね、わかんないから、それは文化の違いなんで。文化の違いって言ったら何でも許される感じはい、まあこれぐらいでいいと思います。こんな感じです。じゃあね、塩かけた方がいいかな。塩かける塩で、こちらを食べていただくと、ま、今ね、匂い確認したんだけど、からし入れた方が納豆のなんか私嫌いな匂いがそのからしの匂いになったから大丈夫よ。あ、そうかも。じゃあ納豆の匂いを消すにはからし入れればいいと。私のとこにからし、あ、入れる？いいよ。おかしいよね。からしマシマシにする？どうした？あ、いいよいいよ。じゃあこれにも食べれるかも。これ俺はちょっとでいいや。いやー、まさかインドネシアのジャカルタで納豆が食べられるとは。あ、もうからしの匂いになったから全然大丈夫、うん、あの、ちなみにですね、先月先々月ぐらいに納豆がなんとこのインドネシアで流行ってたんですよ。で、一時期日本の納豆が売り切れ状態で、なんとネットの中では転売屋が転売をしまくって、納豆1パック大体1000円を超えてた、そんな時期がありました。なんか話してる時に私マインドコントロールするわ。オッケー、どんな、うん、あー、美味しいぞっていう。これは枝豆です。枝豆無理があるけど、はい、じゃあ早く終わらせ、なんかトラウマって早く終わらせばいいんだよということなんで早速食べていきましょう。一番ちっちゃいのですね、うん、でもからしが多いから意外と食べれるな。おお、うん、美味しい、うん、美味しい美味しい美味しい、ほんと？うん、マジで美味しい。え、それはからしの美味しさ、納豆の美味しさ、なよく見て一粒だけ違う違う、よく見て、さっき、あ、食べてないね美味しいな、美味しいな。じゃあどうですか。ん、え、私納豆の秘密見つけたかも。何？からしたくさん入れたら美味しい本当大発見。うん、いや、これは全然食べれるマジで。最後の1個もらっていい？からしないやつ。いいよ、これね、からしほとんどないやつです、うん、どうぞ。それともここのなんと食べやすいのかな。これちなみに買ってきたのはあのパパヤっていうインドネシアのスーパーの納豆。どう？ん？待って、うん、美味しい。マジで？うん、まあ俺は好きだから美味しいしか言わないけど、あ、美味しい。え？え、日本で？あ、美味しいね。でしょ？ってことは納豆はまずい問題ではなくて、うん、会社の問題です会社の問題です。え、これだと全然食べれるよ。でも日本のやつはマジで1回ぐらい食べたことあるんだけど、うん、2回ともまずすぎて臭すぎて、うん、テクチャも嫌いだし、マジで嫌い。それってさ、腐ってたんじゃない？時間経った？スーパーで買ってすぐ食べた、帰って持って帰ってすぐ食べた。逆にこっちの方が時間経ったよ、1週間後に食べてない。そうね、1週間前に買ったんですけど、あ、本当？なんかブランドの問題じゃん、そしたら、ね、こんな、うん、なんか予想外の動画で私たちがこのパパヤっていうスーパーをセールスしたみたいになってない？でも食べたら普通に美味しいよ、うん、いいね。じゃあ美味しい鼻水食べようか。美味しいうん、美味しい、うん、まあということでね、めっちゃうまい。なんと納豆が、え、本当に食べれる？うん、大丈夫？この動画切った後にやっぱ俺食べてとかない？大丈夫？これ多いですか？多いね。あ、落ちたねなんか橋がダメだね日本から持ってきたやつそう、私日本の橋しか使いません。見てね。はいよ。
どう？辛い。辛い。辛いが来た。あ、じゃあもうなんていうの、からしがいい具合に匂いを消してくれたんだ。ってことは他者が苦手なのは納豆の匂い。どう？テクスタ、ネバネバの。このネバネバ。でもそれをからしによって相殺されたと。でもこの大豆がもともと美味しい。これ食べていい？いいよ。これね。はいよ。多いよね。多いね。結構。ああ。美味しい？うん。なんかしょっぱいナッツみたい。なんか嬉しい、ね。しょっぱい大豆みたい。個人的に思うのが、日本で買ったある納豆のブランドの方が腐ってる感じする。うん、腐ってる。じゃなくて熟成っていうの。え、そう。でも今日食べたやつ、日本で食べたものと同じような感じで。そう。で、私はこっちの方が食べれる。これは全然食べれる。日本のやつは臭すぎて、鼻水多すぎて。う、鼻水が多い。ネバネバしてるってことね。うん、という。てか、いや、もう一緒？一緒だし、むしろ日本でじゃない、インドネシアでこのレベルで納豆が食べられるっていうのはすごい嬉しい。じゃあ結論として。インドネシア人のタシャさんが食べた納豆、むしろ前食べた時よりも美味しく感じたと。ただ一個条件があって、からしを大量に入れた結果。あー残念だな。なんか私入った方がいい動画になるよね。反応がね、反応が見たい人もいるかもしれない。だからってことは、私納豆のブランドは、まあ、そういうものだから、うん、まあ味一緒じゃないと思ったら、やっぱりブランドによる味が違うよね。全然違う、うん、食べれる納豆と食べれない納豆がございますよ。ということで、外国人の皆さん、もしかしたら違う種類の納豆食べれるかもしれない。そう、ちなみにこれインドネシアでこの3パックで大体250円しました。高いです、うん、でも本当1月2月前だともっとしました、うん、これだと思うよね。納豆ってちっちゃい頃から食べる人だったら好きだね。あ、そう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 。あとなんかね、例えばだけど3回食べたら好きになるとかあるよね。3回目です。あ、3回目。そんなことない。あら、はい、ということで食べ終わりました。美味しかったです。どうでしたか？まあ納豆。まあ納豆ということで、なんかもう頭がフラフラする。インドネシアの人は匂いは正直あんまり好きじゃないと思うんですけど、からしを入れることで納豆特有の味を中和することができるみたいです。まあ、外国人の方とかも試してみてくださいということでですね、この動画が少しでもいいなと思いましたら、ぜひ高評価の方、そしてぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。